っくりしていてね。こんにちは。本日もゆっくり神社へようこそおいでくださいました。解説のゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。いやあ、昼間はすっかり暖かくなって、早いところでは桜が散り始めているみたいだな。新しい年度になって、新たな生活をスタートされた方々も多い季節で、期待や不安もあると思いますが、皆様にとって少しでも素晴らしい歩みの時であることを心より願っております。あと、少し投稿頻度が落ちてしまいましたが、うぷ主の仕事の引き継ぎなんかが忙しかっただけみたいで、ちゃんと生存しているので安心してほしいんだぜ。さて、ご挨拶はこの辺にして、今回は今まで神社紹介やご祭神様解説で出てきた神の使い立ちや天つかみと国つかみ、七福神って何？の3つの事柄について解説しようと思います。過去の動画でなんとなく出てきて、少し解説しているものもあるけど、それを今回深掘りしていこうっていう内容なんだぜ。ちょっとした雑学として、また、動画の解説をより理解してもらえるような動画として、リクエストがあればシリーズ化も検討しています。それでは、最初の雑学に行ってみましょう。神の使い立ち。最初に解説していくのは、神社の紹介やご祭神様解説でも各所に登場することが多い神様の使いや縁起のいい生き物として書かれる動物たちを紹介していこうと思います。うちの動画でも、お狐様だったり狛犬様だったりはよく出てくるよな。そうね。では、なぜ動物が神の使いなのか、動物と神様神社の結びつき、民間信仰と動物たちの関わりなんかをお話ししていきましょう。まずは有名な動物たちを書き出してみたわ。こうやって見てみると、たくさんの生き物がいるんだな。実在する動物が主なんだけど、中にはヤタガラスや竜などの架空の生き物とされているものもいくつか確認できるわね。動物と神社や神様との主な結びつきがこちらね。大国主のネズミは確か、スサノオの試練をネズミの助言で乗り越えたんだよな。神様の逸話なんかに出てくるものも多いわね。スサノオなんかは五頭天王とも呼ばれていて、名前に牛が入っているけど、スサノオが雄牛のように雄しい姿が描かれているからのようです。そして、狛犬についてなんだけど、ちょっと特殊で、昔は片方に角があり、角がない方が獅子、角がある方が狛犬と呼ばれていて、その二つで一対をなしていました。現在では、アウンと呼ばれることもある通り、口が開いているものと閉じているもので一対となっています。そういえば、狛犬様が鎮座しているお寺もあるから、神仏集合もしっかり交わっているということなんだな。ただし、昔は片方が獅子であったという部分なんだけど、実は狛犬の起源は古代インドやペルシャのライオン像であると言われており、ライオンは、王の強さの象徴だったり、王を守る存在として世界各地で像や紋章などとして残っていることから、神様の住まう神社を守護する意味合いで鎮座している説が有力です。狛犬様にもそんな歴史があったんだな。神の使いとされる生き物は他にも、虎やハチ、蛇、コイ、鶴とかたくさんいるから神社に参拝するときに石像や御由絵書を見てみると面白いわよ。確かに、亀の石像とかも見たことあるんだぜ。こうした生き物たちが神様の使いとされているのは、古くから各地にあった民間信仰によるところも大きくて、古来より日本では、すべてのものに神が宿るとされる考え方が多く、季節の変化や作物などの出来具合を自然物が司っており、それを神様の知らせや恵みとして捉えてきたことが結びついています。生き物以外にも、山や海、木や岩なんかも信仰対象になったりするくらい、すべての自然物に感謝をしてきたんだよな。その中で、春の訪れを告げるように山から降りてくる動物や、人を害から守ってくれる動物なんかを神の使いと思うのは自然な流れよね。鵜飼の御霊の時にも出ていたお話だな。だから、各地域に昔からあった民間信仰と大陸から入ってきた様々な宗教的な神様とが結びついて、神の使いとして大切にされ祀られているんだと思います。いろんな動物たちが出てきて、これから出会う神社で、どんな動物たちを見つけられるかも楽しみの一つになったのぜ。そういう部分で神社を参拝してみるのも面白いと思うわ。
それでは、次のお話に行ってみましょう。天つかみと国つかみ。ここからは、前回の竹見中田の動画の時にも少し説明した、天つかみと国つかみについて説明していきたいと思います。まずは、天つかみと国つかみの違いについてです。大きく分けるとこのような分け方になります。それぞれどんな神様がいるんだったっけ？天つかみの主な神様がこちらね。当チャンネルでも紹介している神様がたくさんいるな。アマテラスを筆頭に天の神々といった顔ぶれね。次に国つかみの主な神様がこちら。おお、こっちも紹介した神様がたくさんなんだぜ。こちらは、海や山の神様を含む、地上の守り主といった顔ぶれね。ただ、例えば、天つかみの雨のうずめと国つかみの猿田彦が結婚したり、必ずしも全ての神様がどちらかに当てはまるというものではなく、国作りや国譲りの逸話のために神様を分類したのではないかという説があり、歴史的に見て、天皇一族と地方豪族の対立の構図を明確にする意図があったのではと言われています。ただし、神様にも夫婦関係や親子関係があるので、その名残でいくつかの神様にはその分類が残ったのではないかという説が一般的な説となっているそうです。日本書紀や古事記に登場する逸話も、編纂された時に多少書き換えられたり、後年に足されたものもあるっていうしな。古事記しかり日本書紀しかり、史実と物語が合わさったものは、時代背景を知る上で非常に大切な事柄ではあるものの、今となっては絶対はないと思うので、そういうことがあったんだなと思いを馳せるくらいがちょうどいいのかもしれないわね。それこそ、昔からずっと素晴らしい力を持った神様たちへの感謝と信仰が受け継がれてきた場所こそが神社だからな。そうよね。これからも感謝の気持ちを持って神社を参拝していきましょうね。では、今回最後の雑学に行きましょう。七福神ってなんだろう。さあ、ここからは七福神についてお話ししていきましょう。七福神は神社仏閣問わず祀られている神様で、誰もが一度は見たり聞いたりしたことがあると思います。確かに、いろんなところで七福神の神様のお社は見かけるし、参拝も何度もしているよな。そうね、そんな七福神なんだけど、まずは一柱ずつ紹介していきましょう。向かって右上から、弁財天、毘沙門天、寿老神、福六寿、恵比寿、布袋、大黒天と呼ばれる福の神になっています。全員福の神として縁起がいいとして神社やお寺に祀られていたり、お守りがあったりするけど、それぞれがどんな神様なのかは実はあまり知らないんだぜ。それでは、七福神がどんな神様なのか見ていこうと思うんだけど、実は七福神って恵比寿様以外はもともと日本の神様じゃないのよ。そうなのか？どこの神様なんだ？七福神の源流は、恵比寿が日本、大黒天、毘沙門天、弁財天がインド、福六寿、寿老神、布袋が中国の神様が元になっているそうね。そうだったんだな。神仏集合があったりしたから、同じような性質の神様と仏様が合わさったりするのはわかるが、インドや中国の神様っていうのは意外だったな。仏教もそうなんだけど、大陸から伝来してきた宗教や教えも多いから、中国やインドの神様が一緒に伝わってくるのは考えてみると必然ではあるわね。確かにそうだな。そう考えると歴史的に見ても奥深いんだぜ。ここからは、各七福神の神様はどんな神様なのかを見ていきましょう。最初は、唯一の日本の神様である恵比寿様ね。実はイザナギイザナミの子供である神様であり、釣竿を持った姿で描かれることが多く、漁業と商売繁盛の神様とされています。次に大黒天様ね。インドが起源の神様で、大国主と同一視されることが多く、財宝福徳開運の神様です。同じくインドが起源の神様である毘沙門天様は、武将の姿で描かれることが多く、融通承服の神様です。インド起源最後の神様は弁財天様で、弁天様とも呼ばれ、七福神唯一の女神様であり、知恵財宝愛嬌縁結びの神様です。続いては、中国の神様福六寿様で、上等の姿で描かれており、聖徳神宝の神様になります。もう一人長寿の神様なのが寿老神様で、その名の通り長寿の神であり、
長寿延命不死長寿の神様です。最後に紹介するのが、恰幅のいい姿の神様布袋様。弥勒菩薩と同一視され、笑う角には福来たるで有名で、夫婦円満子宝の神様です。今まであまり知らなかった七福神のことを知れたのは良かったぜ。七福神様も、それぞれを詳しく解説するとなると長くなるから、基本知識としてこのくらい知っておけば、ちょっと通な参拝が楽しめるようになると思うわ。で、ちょっとした覚え方なんだけど、エビスビールが日本、天がつくのがインド、それ以外が中国の神様って覚えるといいわ。おお、それだと誰がどこの神様か覚えやすいな。という風に、他の国の神様もいろんな生き物も分け隔てなく祭り、感謝してきたのが日本の神社っていう場所なのよね。本当に不思議だけど、とっても素晴らしい考え方だと思うぜ。他のどの宗教とも異なる独特の考え方をしているのが神社で、ほとんどの宗教が神によって生かされ、行いによって死後が決まるといったような教義があるんだけど、神社の日本的考え方は、自然の恵みである糧に感謝し、豊作を願ったり、安全や平和を願ったりと、生きている今に焦点を当てているところが一番大きなポイントね。そうか。確かに、神社や神道では死後のことについてはあまり出てこないし、願いや感謝を神様に伝えることで、今をより良くしようっていうのが主だもんな。昔から、生きている今に感謝してきたんだと感じることができる神社という場所を、これからもたくさん紹介していきましょう。そうだな。ずっと続いてきた神社の魅力をたくさんの人たちに知ってもらおうぜ。では、今回の解説は以上にしたいと思います。好評だったら、また違う雑学も紹介するんだぜ。チャンネル登録や高評価をいただけると活動の励みになります。皆様が幸せでありますように。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。